ダイレクターミュージックスクールのギターアコースやっています陽一郎です。今回の動画では福山雅治さんの I am a hero という曲のイントロのフレーズ、これを解説していきたいと思います。で今回は、まあ、イントロのみになるんですけども、非常にかっこいいギター曲になってますので、ぜひ練習していただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。では詳しく解説をしていきたいと思います。まず最初、このようなフレーズですね。これは E マイナーのコードを、 E マイナーのコードは4弦と5弦の2フレットを押さえて、6弦から1弦まで全て、これをまず6弦のみ、音が揺れていると思います。これやり方はどうするかっていうと、実はですね、まあ、ギターにこのアーム、これがついていればこのアーミングでできます。こういった形ですね。アームをこうボディ側に押してあげれば、でデモ演奏でやったやり方はどのようにするか、それと、この根っこを握っている左手を今度逆の体から外側に向けて押します。アーミングをしたままの方がやります。でなんでね、まあ、これアームついてるんですけど、わざわざこっちでやったかっていうと、まあ、この曲のプロモーションビデオ見てたら、あの、サウンドとしてはね、もうちょっとね、リズムを抑えた感じで、スプリングリバーブ。そして次、まあ、リフに入るんですけども、ここからサウンドが、変わります。リバーブは切ってもらっていいです。まあ、ゲームはね、ちょっとブーストした形で、ゲインを上げたサウンドにしましょう。でフレーズがどのようなフレーズだったかというと、まあ、このような感じですね。でこのフレーズはパワーコードのみで構成がされているシンプルなフレーズになるんですけども、非常にパワフルな、リフになってますので、勢いよくね8ビートのリズムを感じながら弾くようにしましょう。じゃあまず最初、なんですけども、最初 E の、そして次が、
全部ダウンピッキングで弾くようにしてください。そして次がというふうにいきます。今度は6弦ルートに変わります。6弦ルートの B、 半音ずつ下がって A まで。そして次が感じなんですけども、 G、 感じです。このような流れになります。そして次がここは、頭と同じですね。その次が G のパワーコードです。これを弾きます。そして次が感じで A のパワーコードが半音ずつ上がっていきます。続けて弾いてみますと、このようになります。そして次が同じフレーズがまた来るんですけども、このフレーズに戻る直前にですね、というように最後に16分で入れてあげると EQ が出ますんで、これもやってみてください。このような感じです。そして次からは、先ほどまで解説したフレーズと全く同じものを繰り返します。この最後の B の そして最後にこういう形でグリッサンドで終わるといいと思います。ライトギターミュージックスクールではオンライン無料体験レッスンお申し込み受付中。ギターオンラインレッスンライトギターミュージックスクールではスカイプ通話を利用し、パソコンの画面越しにリアルタイムで講師と1対1の対面で受講できる最先端のレッスンです。わからないフレーズや曲があれば講師が実際に見本演奏して丁寧にわかりやすくレッスンしていきます。具体的なレッスンがパソコンさえあればいつでもどこでも可能です。学生さんから大人の方まで様々なジャンルのギターレッスンをパソコンのオンラインで楽しむことができます。いつでも生徒の皆さんにご満足していただけるように責任を持って一生懸命ご指導させていただきます。24時間対応のオンラインレッスンになっておりますので、早朝レッスン OK、 深夜のレッスンも OK です。だからこそ時間帯を選びません。時間がない方でも自宅で気軽にレッスンが24時間いつでも受講できる、とっても便利なサービスです。オンラインレッスンはこんなあなたにおすすめです。ギターをもっと上手くなりたい、初心者でゼロから教えてほしい、仕事学校が忙しくて教室に通えない、自宅の近くに教室がない、自宅で気軽にレッスンをしてほしい、一人の練習だとはかどらない、深夜早朝の時間帯にレッスンが受けたい、最安値のオンラインレッスンを探している。オンラインレッスンで必要なものはパソコンをお持ちでインターネットがつながっていれば OK です。オンラインレッスンだからこそ誰でも気軽にギターを始めることができます。ライトギターミュージックスクールのギター講師をやっています良一郎です。ただいまオンラインギターレッスンでは無料体験レッスンを実施中です。オンラインレッスンを受けてみたいけどいきなり入会は少し不安、オンラインレッスンってどんな感じなんだろう、講師の人は一体どんな教え方をしてくれるのだろう、そんな心配や不安がある方はぜひ一度無料体験レッスンにご参加ください。今の悩みや全く楽器に触れたことがない人でも一から丁寧にご説明をさせていただこうと思います。まだギターを持っていなければギターご購入のご相談にも乗りたいと思っております。独学だけでは習得しづらいテクニックや正しい弾き方を効率よくお伝えしていこうと思っておりますので、悪い癖もつかず最短で上達していけるようにレッスンしていきたいと思っております。無料体験レッスンの申し込みはこちらのフォームからメールアドレス、お名前、スカイプアカウントをご記入ください。
そして年齢の選択、ギター歴の選択、習いたい楽器がエレキギターなのかアコースティックギターなのか選択、体験レッスン希望日時の選択、そして教えてほしい内容や曲をできるだけ詳しくこちらにご記入ください。そして登録ボタンを押して登録完了です。無料体験レッスンは30分となっております。教えてほしい内容や曲はできるだけ詳しくご記入ください。全くの初心者で何がわからないのかすらわからないという方でも素直に今の現状をお伝えください。時間帯は24時間いつでも構いません。確認後24時間以内に返信させていただきます。ギターは本当に楽しい楽器になってますので、皆さんと一緒にですね、そのギターをこれから楽しんでいけたらいいなというふうに思っております。それでは無料体験レッスンのお申し込み心よりお待ちしております。